ずらり17本。米国の下院で審議が始まった反中国法案の中身。軍事委、財務委とも対中強硬派委員長。中国のスパイ気球による米国領空侵犯が米議会の反中国審議に火をつけた。中間選挙で下院を制覇した下院共和党が選挙公約でもあった対中国強硬路線を前面に押し出した。下院軍事委員会マイク・ロジャース委員長アラバマ州選出と、財務委員長パトリック・マクヘンリー委員長ノースカロライナ州選出が2月7日中国に関する聴聞会を同時に開催した。前会期からの積み残し法案を含め反中国法案は財務委員会だけで17本もある。聴聞会は事前に予定されていたとはいえ、中国スパイ気球による米国領空侵犯が米メディアを騒がしたこともあって、反中派議員にとっては渡りに船だった。下院軍事委員会聴聞会の冒頭、ロジャース委員長は次のように述べた。ジョー・バイデン政権は先週、中国共産党のスパイ気球が米国の最も重要な軍事施設の一部を横切ることを許した。これにより中国のスパイ活動が全ての米国人の目に完全に明らかになった。気球が現れたのは計算された武力示威であることに間違いない。米国が直面している中国の脅威に対して我々はお人よしな対応をしてはならない。米国に時間的余裕はない。この脅威を跳ねのける手段は今行動することだ。聴聞会名にはチャイナ、中国ではなくチャイニーズコミュニストパーティー、中国共産党の脅威としたところに、一党独裁の中国共産党を目の敵にする共和党の対中認識が色濃く出ている。かっこ主要メディアのベテラン政治記者。中国は文化的、経済的、政治的、軍事的脅威。承認として第7艦隊司令官を経て在韓米大使を務めたハリー・ハリス退役海軍大将（日系）、ロバート・オブライアン元国家安全保障担当補佐官、タルボット安全保障戦略技術研究所のメラニー・シソン上級研究員（元ランド研究所上級研究員）ら軍事専門家が証言に立った。ハリス氏は中国は競争者ではなく敵だと言い切り、こう指摘した。中国は超音速を含むミサイルシステム、第5世代戦闘機、空母、AI 人工知能を含む先端軍事技術、宇宙・サイバー軍事力など多方面にわたり劇的な進歩を遂げている。中国の狙いはただ単に東アジアにおける覇権だけではなく、より広いアジア、そして世界制覇だ。私の後継者フィリップ・デビッドソン司令官は、中国は6年後に台湾を武力攻撃すると予測しているが、この警告を嘲笑う者は危険覚悟で無視したらよかろう。習近平国家主席は台湾を取り戻すためなら武力行使も辞さずと何度も何度も言っている。この発言を上の空で聞く者は恥を知れと言いたい。子孫氏は、中国共産党に支配された中国はその文化的、経済的、政治的、軍事的影響力を拡大しようとしていると指摘。次のように述べた。米国の過去40年間の対中国政策は、台湾海峡をめぐる紛争を台湾に住む人々の意思が反映される平和裏の解決を保障するものだった。これには台湾が一方的に独立を宣言することを抑制し、中国が武力を行使して台湾を統一することを抑制するという二元的抑止力が米国には求められてきた。この二つの抑止力は米国が確認宣言することによって強化された米国の戦略だ。そのことは中国、台湾、いかなる一方が武力によって現状を変えることに反対するということだ。
米国としては台湾有事になった場合、中国がダメージを被ると悟らせるだけの国防力を台湾につけさせるよう物心両面から勇気づけることだ。中国が米軍の台湾支援を阻止するために米国に第一撃を加えるという幻想を抱かせてはならない。そのためには戦力分散、機動力、作戦決定の極限化を最大限強化せねばならない。具体的には電子・サイバー攻撃に対処するためのセンサー発射、対艦ミサイル発射の無人システムを可能にする通信指令制御システムの強化が優先課題だ。これはただ台湾有事のためだけではなく、西太平洋における中国の前進主義的軍事行動を監視対応するために不可欠だ。中国気球侵入事件の意味、米中衝突、結局米国のお家芸に踊らされて習近平が手を出すのか。気球はリトマス紙か。米国本土への気球侵入事件が世間を騒がしている。この事件の報道に接して太平洋戦争中に日本軍が開発した気球爆弾、通称風船爆弾を連想した読者がいるかもしれない。正確なところは不明だが、1万発弱が放給され、そのうちの1割くらい、少なくとも300個程度が米国本土に到着したようである。ただ実際の戦果はそれほどではなく、心理的効果が大きかったようだ。爆弾を積んだ気球がいつやってくるのかわからないというのは、基本的に戦時中も空襲がなかった米国市民にとっては不気味であったはずである。今回共産主義中国が放った気球は偵察用とのことなので、攻撃する機能はない。また気球を飛ばすことによって偵察衛星以上の詳細な情報を得ることができるのかという疑問も呈されている。詳しくは JB プレス2月6日撃墜で一気に緊迫、気象研究用が誤って米国に侵入のわけがない中国気球を参照いただきたいが、気球が米軍に発見されることは中国側に織り込み済みであったと考えられる。つまり中国側は米国が気球をどのように発見し、どのように対応するのかを知るという一種のリトマス試験紙の役割を果たすことを狙っていたのではないだろうか。その点で前期記事3ページ目副題、日本でも偵察活動、気球の使用と性能は、にもあるように、2020年6月の仙台の事例での対応はどうであっただろうか。自衛隊がどこまで状況を把握し、どのような判断を行ったか、詳細な情報は公開されていない。一種の軍事機密でもあろうから、それ自体は問題ないと考える。しかし日本政府は少なくとも公式ルートで中国側に抗議はしていない。昨年北朝鮮は約70発のミサイルを発射した。さらにウクライナ戦争以降、2月1日公開、100年前に逆戻り、我々は世界戦国時代へ突入するのか。どう、第三次世界大戦の対立の組み合わせはどうなるのか。ロ、イン、中、中東、南米、非西洋連合強化の兆し、で述べたように、世界は戦国時代に向かいつつある。このような一触即発状態の中での気球事件は、起こるかどうかではなく、いつ起こるのかが問題といわれる台湾有事にも関わってくる。世界中がチキンレースを繰り広げている現在、ハンドルを切らずに衝突する事故はいつ起こってもおかしくはない。習近平は平和統一を排除していない。昨年11月11日、デフレの追い風はもう終わった、習近平参戦で中国は北朝鮮になる、6ページ目台湾侵攻はあり得るかで述べたように、実のところ習近平氏が世界最強と考えられる米軍と真正面から戦うメリットはあまりない。つまり台湾統一において武力行使を排除しないが、できれば平和統一したいというのが習近平氏の本音であると考えられるのだ。実際昨年12月12日公開、組みしやすいバイデンがいる間に習近平の台湾侵攻が2023年の理由、5ページ目結局中国は内政問題と突っぱねるで述べたように、
1971年の国連でのアルバニア決議以来、一つの中国という共産主義中国の理屈を日米を含む世界の国々が国際法上認めてしまっている。また一帯一路をはじめ共産主義中国とつながりがある国々が中国の内政問題に対する国際協調的な軍事行動を容認するかは微妙だ。それだけではなく、先進国でもスペインのカタルーニャなど独立問題を抱えた国は多いから、少なからぬ国々が慎重な態度を取るであろう。